でいいんですか、はい、あ、もう全然受け身でください。はい、どうもーイエ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 イということでですね、今夜は、クラブナイトから、お二人を呼んだんですけども、はい、もう何したろかな。そんな何そのアドレナリン。怖い怖い怖い。ちょんけちょんにいろいろ掘り出す。普段ね、この時間帯とかってやっぱ忙しいじゃないですか。そうです、休みですよね。今日お休みだったんですよね。ちょうどよかったんですよ。そうなんですよ。いや、ほんで、あ、これはちょっと面白いぞと思って。そうです、ね、久しぶりにちょっとネタ系でも行こうと。休みなのしてたんですか。ちょっと見てましたよ。休みやな、これはと思って見てたんで、じゃあ今日はちょっと1時間この3人で行きたいと思いますので、はい、最後までお付き合いください。チャカラこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はいはいはいということで、今日はじゃあ、あれですね、ナイトのペースでゆるい感じでダラダラ喋ろうかなと思うんですけども、まあね、まずはちょっとお店と、まあ、ちょっと自己紹介あたりから、はい、ちょっと言ってもらいたいなと思うんで、まあ、まあ代表からいきますか。はい、ね、今日はバースデーおめでとうコメントよろしくって書いてあるんで、これ。はい、はい、先日、はい、昨日だわ、昨日、昨日やバースデーイベントが終わりまして、おめでとうございます。もう二日酔いの本日だったんですけども、今日お店の子たちがお誕生日会開いてくれて、なるほどですね。そうですね、今、本当今の今まで飲んでて、あ、なるほど、駆け足できました。ありがとうございます。はい、そんな、なんかいい、なんかね、そんな機会になんか俺の番組出てくれなんて、うん、いやいやいや、20と8歳もっともっと頑張ります。石川亮です。28なんすか。そうです。いや、マジで俺もう30ぐらいいってんのかな。言われます。さあ、そして、さあ、左が 0.2、右が 0.1、 合わせて 0.15、 申し訳ございません。石川コマです。よろしくお願いします。なんだよ。いやいやいや、さあ、そしてナイトチューブ、おひげの、なんですかね。あれですわ、ひげのあれですわ、つけひげといえばシャツです。イエーイ。つけひげ。そんな感じでございますけど、今日はこの3人で行かせていただきたいんですけども、ね、普段やっぱニュージェネの番組ってあるじゃないですか。はい、はいはい、何でも見てください。ナイトさんって、はい、キングとこう裏番組みたいになってるじゃないですか。そうです、はいはい、各週でやってます、ね、で、まあ、サラさんの暴走とかでなんかコメントが増えたり減ったりとか。困るんですよね。困るんですよ。でもあれめちゃくちゃおもろいですけどね。めちゃくちゃおもろいんですけど、まあ、多分会社的にはちょっとやばいですよね。そうですね。そのめっちゃ面白いですけどね。で、うん、僕とかもそっちの人間じゃないですか。どっちの？どっちの？放送業界に入ってる。ちょっとやっぱりこうピー入れなきゃみたいな。ああ、確かにね。ピー入れやね。何年か前の24時間テレビの。鶴瓶思い出す。なるほどね。そうね、出しちゃうけどね。そう、お蔵入りの放送3回ぐらいありますよね、多分。多分そうです。まあでもやってて、ショッツさんが笑ってくれると、やっぱり、うん、あ、本当に俺たち面白いんだな。いや、おもろいですよって瞬間ですね。いつも俺とフルちゃんなんで、夜大体木曜日って入ってるじゃないですか。はい。で、2人は俺と、もう一人はもうかなり好きなんですよね。もうキングとナイトの放送が大好きで、あら、めっちゃおもろいなぁ思って、なんかでも多分あの時間ってやっぱもうちょっと深夜になってきて、ちょっと寝てる人も多いんですよ、多分一般の人とか多分多いんですよね。そうですね。多分今日見る人、多分初めての人多分多いと思うんですけど、それは嬉しい。なんでチン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 言うてんねん、さっきから。でも僕らそのニコ生自体も初めてなんですよ。そのニコ生って何から始まったの？あ、そうなんすか。で、そこでこうパッとやったんで、こう一番初めにそう思い出した。そうなんですよ。ニュージェネでやるって言って、まあ 4店舗でやるって言ってたじゃないですか、はいはいはい、で、その時に打ち合わせに来てくれみたいな感じやった時あったじゃないですか。で、俺がそのグループみたいなの作って、はい、
ほんで、姫木さんがみんな招待して、うん、俺のあのアイコンが渡辺陽一やいう、うん、戦場カメラマンやんけってすげえショッツさんをいじりまくったら後でめっちゃ怒られてマジですげえ怒られて、ね、今日もそれを思い出しちゃって誰に怒られたの会長に怒られましたそれでもうすごいトイレで、ね、あの時のことを今日の放送で謝ろうってちょうど思ったんですよマジで絶対謝ろうってめっちゃ面白くてなんかもう俺をとりあえずひたすらいじってる感じだったんですよ、LINE で。俺、おもろいな、このホストとか思いながら、めっちゃ思ったら。あれそれ、その僕が結構、その業者さん、うん、携わる、はいろ、はい、んな業者さんいるんですけど、うんうん、結構フランクに行くんですよ。あ、はいはいはい、結構そういうの見てて、うん、一緒になって、うん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 、イエーイなんてやって、飲み行っちゃったりもしたから、業者さんと。なるほどね。その感じで、うん、ね、ショッさんもその、柔らかかったから、そうそうそう、いやいや、いけいけいっちゃったんでしょ、クソアロタンバリンシャンシャン僕のお兄ちゃんは統合失調症でみたいな、くちゃ妹は高校受験に落ちみたいな、何の話だろここみたいな、レギュラー始まる前から大丈夫かなこことか思ってて、でも絶対おもろいやんと思ってそうそう、ここのグループやばいなと思ってて、すいません、ロック先生僕そんな人間じゃないです、本当は本当はその人間じゃないです、めちゃくちゃ面白い、どんなんが来るのかなと思ったら来たらこんなんでした、まあでもあれからもう1年、うん、いやそうなんです、そうそうそう、ね、ちょうどその1年前のその放送を俺偶然見つけて、うん、代表就任したいとかあったんですよ、ちょうど今日が、はあ、そう去年のちょうど9月が僕代表になったんですよ、で今日やったんですよ、9月22日やったんですよ、え1年なんですよ、代表代表から1年うわーこれやーと思って、そうなんだ、そう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 、そうなんですよ、うわーと思ってってことはーと思ったら、もう1年以上じゃあ見てるんやと思った、あの番組を、ちょうど昨日のバースデーイベントですよ、ですよね、そう、うん、もうイベントの感慨深いものがありましたよ、へえそうなんや、そうそう、こんなね、僕も普段あんま何も代表に言わないんですけど、ちょっと昨日ちょっと感謝の気持ちを述べたんですけど、泥酔してましたいや覚えてるよ、覚えてる、泥酔超えてイライラしてました全部ひっくるめて覚えてる、覚えてる、覚えてる確かになんかね、そのいろんなね、こと乗り越えてこんなとこでありがとう全然ですよ、ね、え、代表ってもともとホストやったんですか、キャスト一年やったんですよ、あ、それが2008年から1年間で、2009年、うん、この季節から内勤になって、うん、そうなんすね、そうなんです、グループの一番最初の、あ、そう、オープニングメンバーとして、あ、そうなんすか、そう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 、だから結構株式会社って7、8年ですかね、あ、結構っすね、うん、7、8年か、俺でちょうど5年ぐらいなんで、あ、株式会社先輩っすね、株式会社先輩っすね、だからちょっと僕の1年遡るとまだ深夜営業とか、あー、そういう時代になる、あー、なるほどなるほど、うん、え、クワさんは僕が今年が5年目なんです、あ、一緒じゃないですか、5年目、あ、俺も5年目っす、だから、あ、じゃあ今なんか悪いよ、地震の後ですよ、え、ナイトチューブが一番最初ですか、ここが、いや、俺ナイトチューブじゃないです、俺もともと歌舞伎町のバーで働いてたんですよ、え、あ、そうなんですか、そうそうそう、あの、星座館で、えそうなんです、一緒じゃないですか、星座館で、僕は星座館で、そうそう、星座館で働いてて、で、ナイトチューブのなんかそういう番組とかの話が出て、そのまま働いちゃったみたいな、そんな感じです、そうそう、バーじゃあショッツさんの上に誰かがいてそいつが金を吸い取ってるってことなんですかでもそういうことですよね、いや、うちの、そのボスがいるよ、ますよ、ボスたちがボスが金を吸い取ってるみんなのそのコメントのあれとか人気とか全部吸い取ってるってことじゃないですか吸い取ってる、めっちゃおもろいそうですよ、吸い取られてますよ、だから、ね、うん、うちも僕たちの、うん、まあ僕もある程度やっぱりいい生活できるようにはさせてもらってますけど、その中のあぶれたのを吸い取ってますえ、でも小村さんが稼いだもんは大体恵比寿中学が吸い取ってます、あ、そうだそうだ、応募するぞ、応募する、変な女が、うん、変なガキどもが吸い取ってるんですよ、変なガキどもが恵比寿ちゃんたちってことで、今日はね、まあちょっと石川兄弟に、そうですね、石川親子、石もあんま変わらないですよ、そうなんですよ、石川兄弟
歳って俺思ってたら、古ちゃんが、いや、石川家族、え、なんていうか、石川親子っすよ。どっちでもええやんけ、みたいな。どっちもいいっすけど。まぁ、あ、ちょっと今日は、まぁ、石川親子に、まぁ、あ、重の質問がまたあるんで、ちょっとテロップをバンって出して。うわぁ、俺なんかそういうの嬉しい。喋っていこうかな。めっちゃ番組みたい。いや、番組みたいって。まぁ、重の質問。そうです。やるんで、じゃあ早速、まぁ、1問目から行ってみましょうか。レッツゴー。こんな感じです。トークテーマはね、これね、ホストになった理由を教えてっていう。なるほどね。こういうのをちょっと聞きたいですけども。まあ、まだ今、1個目やね。うん、まだプレイヤー、やっぱプレイヤーの、ちょっとコーダさんからこれはちょっと。僕ですか、うん、僕は、すごいこれは壮大なストーリーなんですけど、僕も。壮大なんや。あの、桃色クローバー Z っていうじゃないですか。今ね、好きだったんですよ。もう売れてない頃からずっと好きで、ただ、その前は、その頃僕は昼食を山田電機で働いてたんですよ。そうなんや。山田電機。そう、家電社員ですか。そうなんや。はあ、家電めちゃめちゃ詳しいんですけど、うんうんうん、ただそのお給料じゃ、その時人気ないんで、はあ、東京でしか活動してない。はい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 。で、東京に行くのにもお金かかるし、っていうので、だんだんお金がなくなっていって、で、じゃあどうしようかってなって、で、ネットで検索して、東京住み込みで でホストが出てきてやってみようっていうので一番最初に面接行ったのがここっすか。そうで僕が面接します。でその時その桃色クローバーも知らないって。そう、何にも知らないっつって。で AKB でさ、知らん。AKB でさ、まあまあ知ってはいたけど、その誰がいるとかわかんない、うん、アイドルなんてってなってて、で、なんでで、僕もやっぱり生活がかかってたんですよ。まあね、モモクロのためにお金稼がなきゃっていうのが一番だったんですよ、その時は。ニュージーランドで電気多いですか。リオナ、リオナはあいつは派遣社員だから、これは正社員ですから。そうなんまた違いますよ。リオナと一緒にされちゃいけないと。それで、なんか、あれですね、なんでホストやろうと思ったのって言われて、アイドル追いかけるために。そう、もうむしろ言いますわ。なんでホストやろうと思ったのって、僕その時質問してます。面接で。はい。転職だからですと。やばいな、何も知らねえくせに。いやー、転職なんすよね。よく雇いましたね、それ、ほんで。いや、分かんなかったんですよ。マジで？でも、東京、歌舞伎町、いや、これは生きていかないといけないと言うので、マジで？これは、いや、なんか向いてるな、なんかその、普通の面接みたいに、人と喋るのが好きで、言うのも嫌だったんで、その時隣にタクトはいたかな。一緒ぐらいなんですよ、本当に。そう、そうなんや。マジでめっちゃおる。ほうほうほう。で、僕はやっぱもうここで落ちるわけにはいかない。転職だからですと。そう、そうなんですよ。それ採用すかも。あ、もうそれやる気あるな。ギャグですよね。やる気はあるな。いや、すごいわそれは。そうなんですよね。あ、確かにちょっと壮大やった。え、じゃあ、あれっすか、結局はもう、じゃあもうそのももクロを追いかけてきたってことっすか。そうです。で、やっぱり私あの、アカリンだな、当時。あ、そうなんですよ、うん、あの、もともとももいろクローバー Z には、うん、早見あかりちゃんって青の方が、あー、はいはいはい、そう、6人組だった、今5人組なんですよ。で、その子が4月に辞めたんですよ、うん、で、辞めるコンサートもちろん行ってて、すげえ。で、涙も、あ、もう涙して俺それ以来泣いてないんですよ。マジで仕事で一切泣かないんで。悔し涙も嬉し涙も一切なんか出さないんですけど、その時だけすごい泣いて、一緒に来てた中学生の肩で泣いたんですよ。ボロ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 。で、その DVD が今もう2年ぐらいうちで今マジで置いてあります。映ってるってことですか。あ、多分映ってもいい。見切れたら、見切れたらいると思うんですよ、やっぱり。で、そのあかりんが女優になりたいっていうの、私はもともとアイドルになったわけじゃない、スターダストっていう女優の人生。そう、白崎一行ですとか、スターダストだったんですか。北川景子とかの辺がいますか。女優になりたくて入ったんだから、アイドルは辞めるっていうので、で、あかりんがそんな決心したので、俺は何を田舎で働いてるんだ、新潟なんですけど。あ、新潟なんすか。新潟で、で、そういうのもあって、その2ヶ月後に代表お店。そうなんですね。へぇー、めっちゃおもろい。え、新潟にもでもホストありますよね。いや、もうそんなに全然考えてなくて。あ、そうなんや。東京、東京です。あ、そうか、もうあいつも会いにも来ないとダメですもんね、はい、あ、そういうことか。まあ、ちなみにホストになってからももクロに行ったのは1回だけです。あれ結局変わったんですね。結局なんかそっから人気出ちゃったんで。あー、そっかそっかそっか。え、
もう人気出たら人はもう追わないタイプですか。なんかあのチケットも取れなくなっちゃう。ああ、そっかそっかそっか。そこが一番です。で、あと握手もないし。ああ。もうあれだね、あのモモクロの子たち覚えてたんだもんね、お前のこと。当時その握手会に行けば、笑わってね。マジで。すげえ。俺あのサマソニで見ました。2000。あれ奇跡のやつじゃない？なんかあの雨が降ってる。大雨の時あったやつです。で、あの違うホール。みんなが流れてきたやつ。そうそうそう、流れたやつ。もう伝説のみたいな。そう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 、ベックみたいですね。ベックって言われてんの。そうそうそう、ベック、ベック現象やね。そうそうそう、そうそう。今好きなアイドルはあのあれですよね、恵比寿ヨシカス。恵比寿ヨシカス。アイドルじゃない、おっさんやん。汚ねえ、おっさんやん。握手会行くんですよね。握手会は、恵比寿さんの握手会がない。でも、いろいろ、その後、やっぱ最初の方は食えていけないんだよ、ホストで。アイドルももちろんいけなくてからの、ちょっと食えるようになってから、今いっぱい、その、それこそエビ中だとか、モームスだとかいっぱい行きますね。あ、モームスも行くんすか？すごいんですよ。モームスも CD 何枚買ったの最近？もう全然、何枚って言われると分かんないですけど、でも、14、5万は使ってますね。だからなんかシングル握手券ついてる。はあ、マジで何十枚か。14、5万使うの？はい。こんな人でもいっぱい日本におったらいいのにな。僕より上はたくさんいますよ、ね。いやもちろんそうだ。僕らさ身近にいないからさ、今そのアイドル以外って CD 売れないじゃないですか。ですね。まあなんかこんすえ、でも一緒の CD なんですよね。同じ CD だから、だから発売したらお店に持ってきて、でまず僕が一本もらって、でなんか好きそうなやつに配ってるみたいな。そうです。先生代表も聞くんすか？聞かないです。聞かないね。でも一応取り込んだお店で流すんでしょ。一応 ね最新ミュージック、代表はホストなんやった理由は何なんですか？あれなんですよ、大学3年生の秋に、ほう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 、まあ就活の時期なんですよ、大学3年生の秋って。そこで、まあ、就活をするっていう時に僕経営学部に入ったんですけど、ほう、でもちろんあれなんですよ、もうホリエモンブームの高校生だった。ああ、なるほどなるほど。そ、若くしての儲かり持ちみたいなのすごく憧れて、はい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 、で入ったものの、うん、結構楽しく大学生活進んじゃって、ああ、うんうん、で3年の期になって、うん、じゃあまあ学部が学部なんでいるんですよ、やっぱりさ一緒に飲むとやっぱ俺たちはさお金持ちです、ね、なるほどなるほど、企業ブーム、そう、企業ブーム、でみんなそういう、まあ、志が高いみたいな、金持ちになろうぜ、なったら世界どこ、あー、おろおろって、なんか3年の夏終わりぐらいから、それまで僕らも、僕もそうですよ、ギャルを、あー、なるほど、ギャルを組むんですから、僕もすんごいこんな頭してやってたんですけど、あ、その写真見たの、なんかイケメンのやつでしょ、そうですよ、気づいたらみんななんか会社の説明会に行くだろ、あれあれみたいな、就職、ほう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 、だから今の僕みたいな頭を急にみんなしだして、やれアイロンのこれがいいとか、ちょっとどうしたみたいな、あれなんか髪のねトリートメント剤はこれがいいとか言ってたのに、結構それはショックで、ああ、なるほどね、そうで、まあつっても俺もなんか英語喋れねえし資格ないし、なんか TOEIC とか、ああ、就活向けのいろんなことが一切関わってなくて。そうなんや。で、多分これで就活してもやべえぞと、多分やべえ、ほんとにやべえお先真っ暗だったなるほどね、僕の中で人生の俺やばいの、大学で残すたんギャルをだけやみたいな、そう、おうおうおう、それが二十歳の時で、ほうほうほう、で、うん、ホストになりました。そうなんや、そう、金稼ごうみたいな、愛、愛ですよ、結構愛に、でも金稼ぐ、でもそのさっきその甲賀さん言うように、そのやっぱホストでもすぐ儲けれないじゃないですか、はいはい、そうなんですよ、それって そこでも辞めないそのなんか理由みたいなってあるんですか、そのあー、そこでも僕から言うと、僕は結構、うん、そのなんだろうな、苦しんでる自分も好きだったみたいな、ちょっとオナニックですけど、あ、でもまあ仕事好きな人ってそんな人多いですよね、でもなんかこれが近い未来、うん、ね、お金で仕返ってくるなり、あ、なんかっていうところがありました、ね、なんかバイトとは違うというか、ああ、なるほどね、そう、え、でもどれぐらいそのあの人が言うようにその売れない時代って、そのまあ俺もやったことないから分かんないですけど、そのホストでやっぱ何年も売れない人もいるじゃないですか、まあでも、うん、そのうちのグループはですね、おお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 お
面接を厳しくする分受かったのに関してはあのただ時代が違う。あ、なるほどなるほど。なんだ、給料はまず最低賃金は上げようってことで。ああ、なるほどね。やってた、で今やってるんで、そんなだからなのかな。ああ、本当に食えねえみたいのはない。あ、そうなんですね。そうですね。別に、そうそうそう。でもなんかまだ多分歌舞伎とかにも残ってるじゃないですか、その多分、ね、あるはずですよ。全然、うん、給料は稼げないけど、そのもう寮とかに住んでて、別にもうなんかその代表とかから金もらってるぐらいの給料。いや、だってもう何食ってたっつったっけ、売れてない時。売れてない時は佐藤のファンチンしてポテチかけてマヨネーズを、マジでポテチ上乗せてパマヨネーズ、へえ、ポテチ砕いて。ほう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 。え、それはどんぐらい続けてたんですか。それはやっぱりもう本当に金が厳しい時はやっぱそれで、しかもあのちなみに佐藤のご飯もポテチもあのお店のキッチンからパクったやつ。ゼロ円なことです。パクってた。錦さん、それで転職やったんですね。はい。でも売れない時代は僕もね、あのやっぱ売れない時はやっぱりカップラーメンめちゃ食ってました。ああ、今でもやっぱりちょっと新しい子とか売り上げ伸び悩んでる子はカップラーメンを食べて。そうなんですね。僕はカップラーメン食べないですから。でもそれアイドルとか CD14 万も15万も買ってたら食わないでしょ。全然食べないですね。美味しいなっていう意味で食べます。生活のあれでは食べます。逆にショットさんなんかすげえひもじい思いしたことないですか。いや、ありますよ。全然今でもひもじいですよ。またまた。いやいや、俺だってあの大体メイン MC、 メイン MC だいたいメインですか。毎月あの給料入ったらコストコ行くんですよ。お、コストコですか。コストコ行って大量買いして、もう大量買いでとりあえず冷凍庫にあのプルコギと、あー、これは結構しずサバと鮭と大量のやつを入れまくっといて、あとはもうなんかもうコストコでとりあえずまああの1ヶ月まあ1週間にそのコストコ仕様のを1回は食えるような感じにしたら、まあまあ物残るじゃないですか、うん、その感じで食費とかは結構あれですよ。自分で家で自炊してますよ、バリバリ。まああのラーメンは食わないですけどね。ラーメンそこは成り下がってないと。いや別にラーメン別にあの成り下がってるっていうわけじゃないですけどね。そうなんです。ということであのじゃあ次のテーマいってみましょう。ドン。石川代表誕生日おめでとうございます。では、抱負をお願いします。28歳。これは、ね、僕が言っていいですかね、これね。僕が抱負を言っていいです。僕じゃないですか。僕じゃない、代表からじゃない。代表やっぱちょっとね、28歳の抱負。28歳って、ね、はい、びっくりですよ。20歳の頃、二十歳ですよ。20歳の時に歌舞伎町来てるんで。あ、そっか。そうで、しかも僕ね、初めてバイトしたのが多分15、6、高校生とか、うん、17とかの時にいた24歳の人ですら、おぉ、おっさんだなぁ。いや、まあ、そうは分かるわ、それ。超えてますからね。うん、でもまだ28っしょ、うん、え、ショッツさんっすか。俺、それの5つ上っすよ。え、俺33歳今。あら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 。もう、そうそう、超おっさんですよ、俺。この間誕生日でしょ、ね。そう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 。ね、ショッツさん。え、その抱負を、じゃあ。抱負、はい、あれなんですよね。すげえ個人事ですけど、ほうほうほう、2人目が9月9日に生まれて、ほう、そうなんですね。第2子が、第2子が、ほうほうほう、はい、そうでもう第1子は24の時に生まれてるんで、抱負がなんかあの豊かになってる。そうですね。まあええやええや、映画だ別に。今年の抱負やそれは。ほうほうほう。そうなんで、まあ、ファミリーも増えたということですし。あ、なるほどね。でもね、あれなんですよね、結構僕の中で父親になってから、まあ4年前に父親になったんですけど、実際は、あ、ってかむしろ9月22日が、そうなんですか。ですあの第一子の誕生日だった。あ、そうなんや、すげえ。あ、今日か、まだまだ今日。あ、じゃあもう年近いですね。じゃあ年は誕生日近いですね。だ4歳、そうそう、みんな9月で。へぇー、そうなんや。そうなんですよ、だから大変や、それはそれで。まあでもあれっすね、なんかあんままあ家のことももちろんあれですけど、なんか石川ファミリー、ファミリーなんて言われるんですけど、やっぱり職場のファミリーの方が
なんですかね、結構大事かもしれない。なんでそうなん、同じくらい大事って感じ。へー、栄養に、その夫婦やっぱ食事とかも行くんですよ、奥さんと、うん、たまに一緒にさせてもらったりとか、うんうん、いや、そうなんしてそう、やっぱり肌が見るとすごい仲いいっていうので、うまくやってるって、うまくやる秘訣は何ですかって言ったら、合わないことだどういうことそれ、家帰ってないですか。え、帰ってはいるんですよ、もちろん。じゃなくて、なんか嫁が結構あれなんですよね、結構フランクな感じ、宮崎なんですよ。ほう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 、行ったり来たりしてるのが、うん、その当時好きで。あー、なるほどね。っていう感じ。まあ今ずっともう東京にいます。へぇー、うん、え、出身どこっすか。僕は東京です。あ、なるほどね。はい、で、奥さんが宮崎なんすね。そうなんですよ。めっちゃ遠いですね。どういう出会いなんすか。お客さんっすか。うん、あ、そうなんですね。へぇー、そうなんや。ていうか、俺の番組って結構、あんまりホストらしい人って出ないんですよ。誰出るんですか。下田景樹ですか。いやいや、下田景樹なんすか。めっちゃ出したいっすね。なんで下田景樹。やっぱりなんかちょっと、2人とも別にそんなホストっぽくないじゃないですか。そうですね。だし、あんま言われます。あんまね、うん、僕ら好きじゃない。マジそういう代表やのに。いや、マジでね、好きじゃないですよ、ホストっぽいやつ。さあ、そうなんや。私、アフターとかやっぱ僕もありますけど、ホストが行くところ行きたくないですよ、まず。だから、本当にお店の子たちとね、全然僕たちも僕も飲むんですけど、もう、株式を外しますからね。あ、そうなんや。まあ、近ければ3丁目の方行くし、へぇー。まあ、もう、全然いいよっていうんだったら、もう全然、僕、家が恵比寿の方。ああ、はい、はい。恵比寿行ったりとか。ほうほう、全然面白いです。そう、この前3丁目の中華料理屋さん行ったんですよ、うんうん、ホームレスいましたからね。ホームレス食ってましたから。ホームレス、あのホームレスがこんなヒゲの人もいたの。1000人がいるんですよ。ええやん、別に1000人や、1000人や言って。見えてるのは僕だけですよ。金は持ってるんや、多分そのホームレス。お前なんでホームレスって分かるの。ホームレスっぽいって。ホームレスからずは幽霊かどっちかの。前に家から、ね、ホストっぽい、ホストっぽいっていうと、うん、なんかいろいろありますけど、僕はもう、ね、下品なやつは嫌なんですよ。あ、飯食いに行ってタメ口で、うん、おいねえ、おい、これあれくれず、あれちょうだいみたいな、あ、俺も嫌ですし、うんうんうん、なんかね、いろいろ含めてその、うん、なんか勘違いじゃないけどしてる子は結構 NG です。NG だからそういう育成はしてます。なんかホストの定義みたいなんて、まあ、わかんないじゃないですか。今そのなんかネオホストとかバトラーとかなんか言うじゃないですか、いろいろ。なんかネオホストはシャンパンコールをしないんですよ。あ、そうなんすか。なんかそんな酒飲まない。そう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 、なんかね、スーツは着ます。僕らあのメンズナックル読んでないんでちょっとよくわかんない。いや、出てる。週刊少年ジャンプしか読んでない。ジャンプしか読んでない。出てるやん。実はいい人いすから、いや基本的にいい人やから、ね、俺面白い人ばっかり呼ぶから、そうなんだ。まあ、絶対だ、僕も絶対スーツ推しですし、うちの別に広告じゃないですけど、グループとしても経験者あんまり雇わないんです。ああ、そうなんだ。過去の歴で言えば、あ、はいはい、経験者でも雇いますけど、うんうんうん、実はいなかったりして。ああ、そうなんですね。本当に初めまして歌舞伎町が多い。へえ、なるほどなるほど。ゼロからの育成っていうか、ホストっぽいのが嫌いというか、僕ら流のホストになっていくっていう感じが嬉しいですね。うん、そこは僕も長くやって。でもニューゼネで言えば結構そのセレスさんとか、あとマジェスティは結構ホストっぽいですよね。でもホストちょっと、じゃあれですよ、あのね、違う。ライトもいるんですよ。ちょっとあのイケメンもいるし、よく言われるんですよ。だって普段出て出してくれへんねん。僕とか甲賀がよく行ってるバー、うんうん、バーがね、うんうん、飲み行ってるバーとか飯屋とか行って、たまになんかそういうイケメンの子とか連れてくと、はいはい、いや安心しましたよみたいな。あ、ちゃんといるんですね。こういう子みたいな。知ってますよ、もちろんあのナイト。あ、見ますね。めっちゃいますもんね、今従業員。そう、めちゃくちゃいるでしょ。いますよ、イケメンもいます。そうそう、なんかクイーンとだって、うん、そう、一緒になったんで。そう、だからめっちゃ人はおるん知ってるんですけど、全然番組出てけへんなと思ってて。そうなんですよね、なんかちょっとまあ、まあ、俺今後、どんどん出そうかって今、うん、俺ら的には結構この2人おったら安心なんですけど、まあ、単純にやっぱり顔いいよとか忙しいんすよね。いや、それもあります。結構ね、その日
朝一 OK でも結局ね終わりになるとそっかってなっちゃうんで。なるほどね。あそうなんですよ。10個いけます、やばいっすね。じゃあとりあえず今何個目、また2個目じゃあ CM どうぞさあずらり並んだ最強コンテンツ早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から Here we go。毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。帰りましたじゃあ二人ともトイレ行きたくて先に入れてもらったんで今行ってます。もう30分なんだよ、早いですね。早いしやっぱショッツさん。いや全然なんですけども、まああのあれですね、じゃあ甲賀さん来る前にちょっと質問だけじゃあ出しておきましょうか。行きましょう。あ、これ甲賀さんネタやんけしかも帰ってきてはよ。これはもうね、これはもう俺らじゃね処理できないですね、これはプーケット入れましたからね。いやあれすごいっすよね、うん、あ、おかえりなさい。ちょうどなんか次のトークテーマがまさに足の裏に吉野家の入れ墨入れているのって本当なぜ入れようと思ったの。本当ですか。いやマジっすか。その写真出せる。あ、ぜひこれそう、ああ嬉しそうな。おしむらにおしむらって入ってるんですけど、いや4月5月やばないこれ。5月です5月。どうしたんすかあれ。あれは、うん、あれですよ、プーケット社員旅行で行って、はい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 、でプーケットリゾート地なんですよ ね、めちゃくちゃリゾート地なんですけど、行くの怖いわ、うん、でなんか雨だったんだよね基本。そうスコールがすごいんですよ。で夜な夜なホテルでおしゃべりしながら、どうするどうするなんつってマック行こうかっつって、はい、まあ、とりあえずお腹も空いたし、プーケットまで行って、そう深夜にマック行く途中に、うん、なんかタトゥー屋さんがタトゥーめっちゃあるんですけど、うん、まあ、深夜やってるのがポンと開いてて、タトゥー入れるみたいな暇だしちょっとあの リゾートボケしますよね。その会話自体がなんつって言ってて、でヘナタトゥーってあるじゃないですか。ああ、はいはいはい、そうっすね。で、ヘラタトゥー入れる、うん、みたいな、うんうんうん、暇だし、うんうん、ペラペラ見てて、俺これしようかなって言って、で、マック買いに行って戻ってきたら閉まっちゃってて、ああ、なるほどね。なんだよ早いわ、あれで、うんうん、で、そう多分次の日ぐらいですね。その日の朝ぐらいからもう僕ら出かけてた、うん、遊びに行ってて、うんうん、よっしゃまずはタトゥー入れるぞタトゥーだーなんでそうだろう。おうおうおう、で、まあ、なんだかんだで思い出作りだしなーまに、なんかみんなヘナタトゥーは入れてたんですよ、うんうんうん、そう、こう入れたんですよ。でも俺はなんかこう、これといったプーケットにお土産話がないと思ってそう、そうなのよ。本当に、ただただ楽しかったよって言われたら正直女買ったって疑われるんじゃねえか。これはまずい。雨降ってて楽しかったって言ってしまったらね、それしかないもんね。飲み行ったわみたいなのも嫌だったんで、うん、僕は入れ墨を入れましたすごい仲良くなったんですよ、その家庭屋さんの人と。そんな問題じゃなくないあれ。なんか昼間にもう全然関係なく出会った人がたとえやってんのとバーやってるみたいな。バーやってるっつって、じゃあバー行ってみようぜみたいな。で、夜中にで、行くって話をしてて、うん、あ、そうなんだって聞いてて、で、多分 寝てたんですかね。寝てて、なんかこう今何やってんのなんて LINE 電話してみたら
あ、今から里入れ回すみたいな。はぁみたいな。嘘つけ、嘘つけって言ってて、テレビ電話ですよ、LINE の。おそしたらもうなんかほんと今死んでる、死んでる、こうなってこれや待て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 って言ってどこに何をみたいな話してたら、そういやそれはもうすぐ行かねえとやべえみたいな。え、それって提案されたんですか。いや、あの、え、あっちはそんな入れろ入れろなんてないんですよ、まず。あ、ないんや。そう、なんで喋ってたんだっけ。観光客なんで、やっぱり、まあ、バーもあるんで、楽しんでくれればいいよって感じだったのが、それ何日か前で、その何日か後に行ったんですよ。旅行中、最終日ぐらい。タトゥー入れるぞっつったら、もうその仲良くなった人はもう酔ってたんですよ。マジかよ、みたいな。嘘だろって言われて、もう俺は酔ってるから入れられないから、あの別のやつを入れてくれて、ね、来てくれた白髪の人が入れてくれました。で、そう、あのタイのなんかしょうもねえパソコンで吉野家。汚ねえパソコン。何が一番俺は生涯一生もにできるか、何が好きかって言われて、それアイドルも好きですけど。うんうん、吉野家嫌いになることないと。うん、潰れねえんじゃねって。で、それまだ残ってるんすか。これはですね、もう消えてるんすか。消えてきてるんすか。でも足の裏ってあれっすもんね。ちょっとね、うん、あんまり皆さんに足の裏を見せるのはあれです。消えかかってる。消えかかってるやん。でもちょっとある。そう、なんかね、そのリス皮、ね、なんか皮があれなんですよね。皮がちょっと入れ替わりが激しくて、ね、そうなんや。でもほんまに入ってる、まだちゃんと。ってことであれですからね、っていうツイッター見た女の子とかお店に来て、あ、来たんすか。嘘つきみたいになってましたから、あるけど、さすがにお客様に足の裏見せつけるわけにはいかないぞって。え、あのお腹はドラえもん。お腹のドラえもんもここに。おかしいやろみたいだね。まあまあ面白かったですよ、本当に。いやもうあれ俺見た時衝撃的やって、ツイッターあれなんか何枚、何万リツイートされてますね。そうですね、僕もびっくりしました。なんかよくあるすごいなと思って、話題のツイート。そうなんか見て、で俺今日も偶然まだあんのかなと思って、足の裏吉野ってやったらめっちゃ出てきて、それリツイートしてました。あ、だって2チャンネルまとめサイトにもね、そう取り上げられましたからね。なんか、狂ってるホストがいる。ドキュン、ドキュン、ドキュンホストがいる。ドキュンが足の裏に吉野家。そうそろそろ次行かないとって。行きましょう、行きましょう。ホストで儲けたお金は全てアイドルに流してると聞いたんですが、そのアイドルとどうなりたいんですか。僕です。そうです。あー、でも僕に言ったら長くなるの分かってるじゃないですか、これ。どうなんのかなと。はっきり言ったら、僕別に、あの、要はアイドルっていろいろファンの中にも層があるんですよ。はいはい。やっぱガチ恋、まあ大きく分けたら、もうガチ恋勢っていうですね。ほう。本当に付き合いたいみたいな。ああ、うんうん。恋してガチ恋。ガチ恋。もう、うん、本気で好きで、もう付き合いたいみたいなオタクっていっぱいいるんですよ。うん、僕はそういうのじゃないです。やっぱ、頑張ってる姿が好きなんで。友恵みたいな感じですか。ああ、もうそんな感じです。もう、僕ライブ行っても静かなんですよ。そうや、あ、もうやらないですか、この。いやいや、全然、若い頃はやりましたけど。昔は昔は、でも今はもう本当に、なんか、声も出さないですし。昔の、ももクロのライブで、そうなんですよ、DVD が出てるんですよ。そうそうなんです、最前列で。そう、やっちゃってんの。最前列揃えてて、やっちゃってんので、たまたま DVD になっちゃったんですよ、そのライブが。いやー、まさかの僕がいるんですよね。いるんや。やっちゃってるんや。やっちゃってるんですよ。見てー、それ。みんなが一本一本みたいな、あのサイリウム、何本さ。こんなもん。うわあ、それめっちゃ見たいわ。え、握手してるシーンテレビで流されてたんですか。あ、もうキュートの。あ、キュートだ。へえ。まゆみちゃん、そうなんや。まゆみちゃんっていうこのね。すごい。握手会とか行っても、うん、頑張ってください。うん、あ、じゃもうアイドル系めっちゃ行ってるんですね。そうです。やっぱ人通りは、ね、運がいいことに結構当たるんですよね。へー、そうなんや。テレビだったり。でもなんか将来アイドルと実は結婚してしまうかもしれない。じゃあしてほしい。まあ、そうですね。まあアイドル側がどう思ってるかみたいな。あの、あれどうなったんですか。P.I.
あああれも、ちょっと終わっちゃったね、なんかエビ中とかになったもんね。そうだね、そうで俺 CD もらったんですけど、あのパソコンにまだ入ってる。高価な無駄遣いね。そうですね。代表もテレビ出てるのみたい。そう、僕はね、あーあれっすよね、店のやつじゃないですか。お店で、お店の子が深夜の歯医者行って、そうそうなるんですけど。そうっすよね、俺もそれ見ました。そうで、なんお願いランキング。ああ、そう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 、で出ましたね。で、僕映んないって言われてたんで、あ、そうなの。本当ボケーと思ったら。いや、なんですね、そのボケーと答えたら結構映っちゃう。結構映ってた。ふてぶてしくなっちゃってて、石川亮って出てて、伊藤麻子が本名かなとか言って、ちょっと嬉しいよね、やっぱりね。本名じゃないだろ。続きいきますか。本名じゃ、もうちょっといきましょう。あ、これですね、夢。あー、具体的ですね。アイドルと結婚した以外ですか。それもいいっすね。それはでもありっすね。そんな、それはそのアイドルと結婚したいのはなんでかっていうのを教えてもらえた。いや、僕アイドルと結婚した以前に僕みんなに伝えたことがあるんですけど、僕史上最強のシスコンなんですよ。はあ、やっぱり。ほう、やっぱりって。妹が大、やっぱりってなんだ。やっぱりって。で、妹がまだ高2なんですよ。おー、なるほどね。地元新潟にいるんで、まあ東京出てきてもらって、妹立派になってですね、妹がちょっとアイドルになってほしいなみたいなのがありますけど。あー、そうなんだ。そうね、AKB も新潟にも行ってるし。そうなんだ。NGK も。で、ちょっと、あの、ちょっと、これやばいのが、今こいつつけてる時計、お前いくらこれ。これ15,000円。15,000円ね。で、ちょっとこれ買った時もなんか高えなみたいなのなさんですよ。で、この間妹がなんか時計をなくしちゃったから、一緒に京都に遊び行ったら京都でなくしちゃったんですよ。で、だから時計を買ってあげたいっつってて、なんかいいブランドはないかみたいな話して、うん、でも女子だしねみたいな、フォリフォリとかいいんじゃんね、なんかちょっとこう椅子が可愛らしいのがあって、釣って調べて、こうは個人的にまあなんか5,6,7万みたいな、だからね、まあまあいいな、全然これなら、あ、全然いいっすね、マジで可愛いですし。で、フォリフォリ伊勢丹に入ってるんで、2人で見に行ったんですよ。前に行ったら、僕はですよ、高校生だぞと。18,000円ぐらいの、これでいいよお前、これでいいっつって、結構可愛かったんで、全然これで十分だよって言ってたもん、高校生もね。ちょっと全然なんか、いやーっつって、で、5,6万みたいな。え、それほんまの妹っすよね。あ、もちろん、もちろん。マジで妹って呼んでる変な女じゃん。そうかなと思って、お兄ちゃんって呼ばせてるやつかな。自分のもの全然15,000円だけっていうのに。マジでずっとなんかもう5,6万見てて、これだったら就活にも使えますね。待って待って、どうせなくすぞみたいな。お前なくして買ってやるせいで。結局だから、その僕の勧めた18,000円ぐらい買ってたんですけど。え、妹と普通旅行とか行くんですか。あ、二人で。だ、妹もアイドル好きなんですよ。あ、そうなの。妹と行きます。今はもうほとんど。あ、なるほどね。僕もあんま休みをその取れないんで。へえ、それ妹はアイドルになりたがってるんですか。それは。いや、そういうの一切ない。でもあれだね、エビ中かなんかのライブ連れてて、初めて妹がこんなに大声でなんかやってるのを見たんですよ。へぇー。じゃあ妹アイドル育てましょう。いやー、いいんじゃない、俺はいいと思うけどね。でも、うちのお店だと、俺の妹の話すると、顔を見たことないキャストがですよ。もちろん僕の後輩が、あのブサイクな妹が、お前何が分かんねんと。見たことないじゃ、なんか俺の浅いいじりを全部真似受けてくれる。あの、ブスのね、なるほどね。え、ちょっと、あの、ぜひ今度じゃゲストに妹さん、東京に、やっぱ大学、大学生からなる子もいっぱいいるんで、大学からスカウトされないと。いや、しかも大学の学費俺が出すマジで。で、ついでにさっき言ったのが、お母さんから電話来て、車買ってって言われて、中古ならじゃあ、調べといてって言ったらマジで。そうなんで、中古なら中古なら、めっちゃいい息子やん。いや、そうなんや。でも新潟って結構なんかそういうなんか人のためにやる人多いですね。
そうなんですか。なんか俺の知り合いの新潟の子もなんか人のためにめっちゃ尽くす人で、まあどうせそれは女のプレイでしょ。ショッツさんが受けた。それも男なんですよ。そいつ。いい人ですよ。ホモですか。じゃホモじゃない。で結局プレイかよ。プレイ。次次いきます。次いきます。送った終わらへん。ホストになってこんな面白い客が来た話。あ。どうでこれ代表の代表が長いですよね。うん、確かに多分僕よりですね。じゃあこれはちょっと代表に面白いお客さん、うんうんうん、なんか初回とかでもなんかいるじゃないですか。こいつやばいなみたいな、ちょっと大丈夫かみたいなとか、なんかいやこれはめっちゃなんか乗客やったなとか。あ、じゃあすげえ話しますわ。僕がホスト始めて3ヶ月ほうほう3ヶ月、うん、あの9月から僕ホスト始めてるんですけど、12月の22日ぐらいに、その時は僕初ナンバーとかで入ってて、お3ヶ月目で。なるほど。で、12月の23日かな、うん、22日だ、うん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 、で、もう12月度、うん、結構あんま売り上げ上がってなくて、ナンバーも入らなそうだし、なんかクリスマスイベントにも白スーツ買えって言われてるし、あもうマジやだわーっつって、当時あのビラ配りがあったんで、ビラ中にその同期のキャストを喋って、本当にしびったり楽したんですよ。で、まあでもみんなもう12月のね、年の瀬ですから、みんな指名も呼び始めてて、で結構最後の方までボケーっと有限定の前でボケーっとボケーっとしててはぁ、あ、みたいな。でなんか10時ぐらいに戻りの電話が来て戻ってって、もう結構寒くて凍えてる体で、12月ですもんね。おっしゃあ亮初回行くぞなんて言われて、えみたいな、はいちょっと不適されてて、なんかで、あのクイーンの伊沢さんは分かります。ああ、分かります。伊沢代表。伊沢さんと二人で、じゃあ初回の一発目行こうって言われて、で、なんかしら伊沢さん元気で、なじゃあ俺もなんか元気になっちゃって、おっしゃ、行こうぜ、りょうちゃんみたいな、イエーイみたいな、二人で正面絡みをしながら、やってて、で、一発目に着いたら、結構すごい、もう絵に描いたようなお金持ちみたいな。へぇ、マダムや。金銀財宝。おぉ、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 で、結構まあ盛り上げたんですよ。盛り上がって、そしたら、君たち面白い、締めって言われて、でそのまま、いわゆる飲み直しっていう、その初回から締める。で、ファーストオーダーがピンドンが入ったんですよ。おー、マジか。シャンパンコール見てみたいって始まって、ほうほう、ピンドンが入って、そのまんまその日、ノンストップでもそのまんまその女の女性のお客様、500万ぐらい。マジでポロー500万ですよ。マジっすか。はぁ、今でも語り継がれる伝説っすね。伝説ですね。まだ乗るなぁ、ですごいなぁ。ほうほう、まあもうお店に来るのはないですけど、一応今 Facebook では友達でいます。へぇ、そうなんや、すごい、それはすごいっすね。ほんま歌舞伎町ドリームってまさにこれやね。へぇ、すごいいい話聞きました、ありがとうございます。じゃあ次どうぞ。はい、好きなタイプは、容姿性格などできる限り性格に寄せてください。こう嫁とかはあれですか、自分のタイプですか。いやタイプ、でも僕年場なんで、ほうほうほう、11個上なんですよ。あ、そうなんすか。10個近く、ほうほうほう、実はほう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 でもいい、まあ、タイプさんタイプですね。へぇ、当時付き合った時。ああそうっすもんね。そうで、超明るい。あ、僕結構なるほど、ね、あんま喋んなかったりとか。え、マジで、模様の時もあるんですよ。マジで見えへん。モンストプル話しかけてくるっていうか、なんかベッドでこうなんか携帯いじってて足音がしたからパッと携帯置いて寝たふりしてて、で来た嫁僕に話しかけましたからてくらい明るい。だからすごい喋る。本当によく喋るんですよ。喋る。そうなんですよ。僕もご飯何回か行きましたけど、ずっとあっち喋ってる。へえ、そうなんや。ぜひ今度ちょっとご飯行くとき俺も楽しそう。いやだからそういうとこ自慢の夢ですよ。ああそうなんですね。いいなあそういうの、面白い。へえ。だからそう。うん。小川さんは？僕ですか。あ、まあもうよありすぎて。ありすぎて困ります。まあでも妹理想を言ったらね、すごいよなお前。やっぱりそのアイドルに求めるものとか言い出した。ああ。その現実は現実。現実。確かに現実。現実なんか現実離れしてるもんね。そう、ちょっとやっぱりね、女の子でもさ、FF の矢で誰が好きとか言われてるし、あ言われたらちょっともう気ないから、甲賀の現実的な、そう現実、こういう子がいいなみたいな。そうですね、さっ
き行ってたガールズバーの子がちょっと可愛かったですね。何ちゃんって子が覚えてないですけど。何やそれ。まひろちゃんだね。北海道20歳の北海道出身のまひろさん見てますか。東京家政大学のまひろちゃんのタイプです。めっちゃ詳しいやん。そうなってことで、じゃあ一回 CM どうぞ。いや、マジらしいよ。え、何なんすか。いや、マジらしい。え、仕事してるから。経験者大募集。こんな俺やけど、絶対絶対お前を幸せにするから。運命の人と出会うならイオンインク。めっちゃイオンインク。イオンインク。残り10分ぐらいなんですけど、まだ多分あの質問のトークテーマがあるんで、ちょっとどんどんいきましょうか。バイ。おし、これさ、もし生まれ変わるなら何になりたい。さあ何になりましょう。でもなんかベタにさ、もし中学生に戻れるならばとかは考えたりするわ。あ、それなんか次の質問であった。じゃあもうこれ飛ばそう。次行こう、次行こう。違うじゃん。あ、これちゃうやん。ねえ、ちゃうやん。あ、これ行こう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 。人生をやり直すなら何歳に戻りたい。その理由もよろしく。そうだろうね。でもなんか今は楽しいからいいなと思いますけど、もっと中学高校勉強してたらな。わかる。だから英語とかね。そう、もうちょっと勉強しときたかった俺も。だし結局なんか今浮かぶなんかね、仕事っつったら、ね、多分力仕事だったりとかなんかこう印象はなんかっていうね、仕事しか浮かばないけど、やっぱ頭いいとしても僕らの知らない仕事してるじゃないですか。全員で稼いでるっていうところを考えると、なんか選択肢は狭かったなと思いますね。大学は行ったものの、いや、え、大学行きました。僕は大学行ってないです。あ、行ってないですか。あ、じゃあもうそこもアイドルの高卒からので、山、あ、高卒で山田電機アイドル。あ、そうか、そうか、学歴じゃないですか。アイドルだったわけでもないです。すぐアイドルのって専門家じゃないですか。アイドルの学歴は、もう学歴好きですけど。いや、もうあの履歴書とかにも、あの、こっからはあのアイドル追っかけてますみたいな。もし就職するなら趣味思考は頭。やばそうやね。でもちょっとあります、何歳戻りてえな。いや、俺はもう23ぐらいに戻りたいですね。ほう、一番元気な時で23ぐらい。あの、それぐらいの時にちょうど貿易やってて。貿易、え、あの、アフリカとサラリーマン的な。そう、商社で働いてたんですよ、俺。あら。で、貿易をやってて、その時に、まあ、あの、アフリカにまあ、車売ってたんですけど、大体日本で20万ぐらいの車を買って、うん、売れば大体140万ぐらい売れるんですよ。へえ、暑い。そうそうそう。で、まあ、儲かるがなこれみたいな感じでちょっと商社に入ったりして、いろいろ、ほんでそっから商社で学んで自分でやったりとかやったんですけど、まあ、あれですよね、もう世間を知らなさすぎて、うん、英語も喋られへんし、で、向こうのところに日本人の、まあ、あの、業者を置いてたんですけど、何にも知らないじゃないですか、その貿易なんかやるなんて。まあ儲かってる間だけはもうわわわしてるけど、で、いざとなって車が溜まってきました。向こうに保税倉庫っていう税金のかからないところがあるんですけど、うん、そこに置いてったら、まあ1ヶ月以内までやったらお金がかからないみたいな、でそれ以上やったらお金かかりますよみたいな感じだったんですけど、まあ1ヶ月経って更新料だけ払ってたんですけど、次の月に払ったら、いや、そんなもうコンテナないっすよみたいな、中身が何も入ってない。いやいやいや、どういうこと。じゃあ向こうの現地のにいろいろ調べたら、いや、貿易するんやったらその業者にちゃんと賄賂渡さないとその中身なくなりますよ。勝手に売りさばかれてその中身パクられたんです。怖っ。世間知らずみたいな。そうそう。で、それを先に知ってた俺、今頃にいくら金持ってたんやろなぐらいの。で、僕の友達で村田くんっていうのが昔車盗まれたんですけど、ちょっとそのせい。いや、俺のせい。いや、盗んで盗んだ車を売りさばいてたんです。いや、俺はちゃんと買ったやつを送ったら盗まれたっ
いや、すごいよ。それが何歳？ 23 歳。23ぐらいですね。はぁ。そん時はもう、持ってましたわ。わぁ、それは稼げるんですよ、ね。持ってましたわ。個人だ。そう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 。ガンガン。10年前だ。いや、儲けてましたね、あの頃は。で、その後終わって、まあ、それも23なんですけど、その後に、よくある、テレビとか回収業者あるじゃないですか。ああ、ね、東京とかで外国人が結構やってる、はい。めちゃくちゃ儲かったんですよ、前。その時、当時。10年前ぐらい。わかりました。廃品回収ですね。めちゃくちゃ儲かって、テレビ売るだけでも1台1000円とか、洗濯機も普通に2000円、3000円とかで、うん、めちゃくちゃ儲かったんですけど、あの中国のなんかオリンピックかなんかあった瞬間に株価いきなりボーン暴落して、うん、鉄の値段もなんか70円から2円とかになったりとか、で、もうテレビとかもうあの今まで日本から全て知識を得たからもういらないみたいななって、全部ゴミになって、おっとまた失敗したみたいな23歳大変なことありましたね。そろそろナイトチューブも潰れるんじゃないおいその傾向からいくと確かにね、いやほんまにそんな感じで対策は出てる、うん、そうですね、さすがに。え、なんすか、そういうなんか人生の転機というか、あ、ここでなんか落ちたけど、すげえ考えるんですよ、シャワーの時とか。そう、なんでシャワーなの。めっちゃ、でもこの知識を持って23歳ねえ、それはあるよ、戻れる。いや、それはね、ラッキーはないんで、結局ないですね、確かにない、確かに。勉強しとけばとか、いい、ね、学校入ってればとか、うんうん、大学を選択確かにねしてればってなんだけど、僕じゃあ大学行ったって結局この性格だったらやめてたらって分かりきってるんですよね。なるほどね。結局たどり着くのは、逆になんかこう今こういう風になって、まあ代表と出会えたりとか、こうやってショッツさんに出会えてよかったなって、うまいこと言いますね、ほんまに思います。次の質問これ前に戻って、前に戻ってなるほどね、ありがとうございます。いや、代表でもありますなんかやり直す。いやでもね、振られたら言おうと思ったけど、今やっぱそのしょうがないんでね、もうあの時こなすらとか言っても、まあ確かにそう、でも今が幸せなんで、フリッカールメンバーとの出会いは大きかったですよ。ああ言うんですよ、もうそう。いやでもなんか今でも本当に代表とかになれたのって、うん、なんやっぱり自分がね、面倒見て売らした子の数がどうこうで、やっぱりやっぱ確かにそうっすね、芸能界もそうじゃないですか、マネージメントして、そこの転機になったのは、なんか、あ、俺本当にこの子のこと面白いと思うなと思った子が売れて、おお、なんかいい話。そう、そこは本当にね、本当に感謝している。へえ、うん、じゃあやっぱ天職やったんやわ。うん、やっぱ巡り巡ってまとめると、もう今から犯罪でも起こしてんやん。なんでやねん後悔させんねん。ほんとこういうところでもね、出てもらえるし、そうだからすごく感謝している。なるほど、なんか最後にめっちゃいい話が聞けたっていうことで、ね、残り、まあ、ね、15秒になってましたけども、僕の絵で次の質問毎週木曜日2時からですね、2時半からニュージェネビーキで、あのナイトとキングさんがちょっと入れ替わりなんで、来週はキングかな、そうです、なんですけども、再来週またこの二人も出るんで、ぜひ見てください。今日はありがとうございました。来週はエンドルフィアでーす。そ、抜いてビクビクしてては掴めないような心、吐く石縛って胸を張って茨の道行け侍よ、強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。